めっちゃ雪溜まってる。あれ近く見える？ん？あれ近いと思う？いや、実際あれだと遠いと思う。問題がめちゃくちゃあって、だいたいか、まあ、まず Google マップで表示されたルートが、まさかの舗装されてない道で、結局本当は、レイキャビックからここまでアクレイリっていうんですかな、まで5時間だったんですけど、僕ら3時に出発して今12時に着きました。9時間で、途中で僕が運転してる途中にタイヤパンクさせて、でそれの変換とかいろいろ助けてもらったりしたんですけど、他の車の運転者に、でおかげで今12時半に着きました。疲れたんですけど、まあ、ちょっとホステル見したりとか、せっかく来たからね、やっぱりアクレイリの街見したらいいかなと思って今から出ます。行きます。